はい、どうもネプアスですと、実況プレイ始めていきますと、今回は、ロケット団の、地下に乗り込むと。で、ロケット団の地下に行く前に、行く前にっていうか、行くんですけど、前回が、まあ、ロケット団のやつらをぶっ潰したんですけど、まあ、あと半分っていうか、まだ局長を救ってないんですよね。で、ここで地下の鍵を使いの、まあ、バトルになるんですけど、まあ、ガーディを先頭にしておいて、ここを倒していくと。よし、誰だ？お。なるほど。おいおい、戦うんかい、ここで。マジか。ここで戦うとか、ちょっと、あれですけど。まあまあまあ、勝てるでしょう。ゴールバットか。きついな。キノコで、おいっす。キノコで、やけどを負えば、なんとかなるんじゃないでしょうか。願い。よいしょ。うわ、食らいすぎだろう。困っていこうか。キノコ。翼で撃つか。強くなってるな。やばいな。よし。いいよ。翼で移してくると思うんで、ここはもうブルブルに交代して、まあ今一つですね。 OK、 急所でこれか。 OKOK、 転がりでいきましょう。まあ効かないっすよ。ひるむなって。ああ、転がりダメだな。怪力だな。体育生に巻き沈んだら意味がない。失礼。お、強っ。急所。これぐるぐる無双ができそう。オッケー。はい、ゴールバット倒した。ゴールバットなんか意外と強いよね。600。で、次はマグマラシか。他はもう、ギャルドスの波乗りでいきましょう。はい、波乗り。煙幕。くそ、命中率下げられるか。まあまあまあ、いけるでし、いけにえし。火炎車、ついに覚えてしまったか。まあまあ効かないですよ。なんで初見急所に当たるか。しかも波乗り外れる。なんかこれ主人公はこう難しくしてやるんかな。よし、まあ一発で倒せないね、やっぱり。ブルも連打か。まあ仕方ないけどさ。よし、ナイスギャルドス。オッケー。よし、レベル20だな。で、コイルか。コイルは、まあ、ガーディーで行ってもよかったな。でも HP 的に少ないんで、まあ、電気タイプのに効果があるアナホルで、まあ、効果抜群ですよ。じゃあの勝つでしょ。おい、さすがブルブル。通信交換でもらったポケモンは伊達じゃねえな。次はガーディで、多分
けるんじゃないでしょうか。ナイトヘッドされない限り大丈夫。一旦なら持つでしょう。シャドーボール、おっつ耐えろ。強い、さすがだ。しかしギャルドスの前では、ギャルドスの噛みつくで、おいっつ、なるほどな、呪いをかけておこうと。じゃあどう。しかも倒れんし、強いな。おいっす、やばい、ギャルです。あぶねえ、ナイス、特防が下がった。じゃあな、倒したときは呪いのダメージは食らわないはずなんですよね。でミューラが氷タイプ、ここはナッシーで、氷タイプですけど、多分氷はまだ覚えてないんで、多分切り裂くとか使ってくるかな。まあ、とりあえず催眠術して宿りにして、で連撃か、まあ踏みつけかね、していこうと。まあ連撃でしょうね。こちらはエスパータイプなんで、やばいな、今日喉がちょっと死んでますね。あ、そっか、アークタイプには意味ないんか。忘れてたな。見つけ。じゃあの。何か。お、あ、これ間違いないか。ですね。耐えろ。よしよしよし。はい、回復。そして、見つけ。まあ、こっちの勝ちですよ。もう一回。騙し食らったとしても耐えますね。40ぐらい残るかな。いけ。で宿りで回復。じゃあの、ちょっと一回ポケ戦に行きましょう。1920円、いただきます。渡るな。愛情、信頼、足りてない。分からないならもう君はもうダメですよ。一回回復しに行きます。あ、違う、結構遠いな。回復場所がっていうか、ポケセンと地下の距離が結構ありますね。一応多分お金も結構集まってきたんで、あれじゃないでしょうか、っていうですかね、道具をいっぱい買ってもいいし、まあここのコイン、スロットのある店であれ買ってもいいですよね。火炎放射買って、でガーディンに覚えさせるっていう方法もあるんですよね。火炎放射はまだ全然覚え、50になったらしか覚えないんで、その前に覚えておくと結構いい気がします。火の粉忘れさせてね。でこっからまたロケット弾が始まると。うん、まあガーディンに行けるでしょう、多分。迷子ではないですね。私はぶっ潰しに来ましたからね。こらったか。ノーマルタイプなんで、疑惑だけ覚えさせていますので、それで抜群です。半分か。防御力下がらないか。健康セット。じゃあの。おお、倒れない。ここはもう噛みつく。じゃあの。はい、終了。1080円。上の青いのがありますよね。あれがスイッチなんで、そのスイッチを押したり、まあ元に戻したりすることによって下の扉が開くと。まあとりあえず敵は全員倒していきます。キノコ、
具は身の火で焼き尽くしちゃうでしょ。あんま食らわないんだよね。はたく、まあ、はたくぐらいは結構食らうな。14部だと思う。まあ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 、なんとかなるでしょ。やけどを負ってくれたらもっと楽なんですけどね。あと2発で、あと2発。はたくが意外と強い。結構痛いね。よしよしよし。で、終了。まあ、ガーディでもベトベトも倒せるということがこれで、まあ、証明できるっていうね。ドガース。ドガースは、毒って地面に抜群に立ったと思うんで、穴を掘るか、泥かけでもいいんですけど、っていうかもう、ブルブルが強くなりすぎて、ちょっとやばいですよ。なんていうんですかね。あっち自爆はきつい。まあでも、効かぬわ。この防御力を見よ。この防御力を見よ。155度で。でもな、これがね、遅れたらよかったのにな。その、クリスタルから、ルビーとかにね。遅れたらもう、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、まあ、互換性がないみたいなんで、できないみたいですよ。はい。最悪ですよね。一冊もやっぱ強。続きでどんくらい食らうか。微妙だな。宿り着して、耐えるでしょう、一発は。急所に当たらない限りは。これは、危険ですね。入れ替えましょう。一冊前歯してくると思うんで、一応こういうハガネイルに変えて、まあブルブルですね、ブルブルに変えて敵がしてきてちょっと食らうでしょ。でヤドリギで回収で、ブルブルが HP を回復できるというね。こういう時は転がるが一番いいんですよ。 HP を回復しつつ転がるで、まあじわじわ殴り殺しにしていくっていうね。一体1回で倒したの。はい、オッケー。ガーディちょっとね、やっぱレベルがね、レベルっていうか進化させてなかったらきついな。羽根っこも、てか羽根っこを早くあれにさせたい。ハガネイルでレベル上げようでしといて、すぐに変える、ポケモン変えるって形にしましょう。とりあえずロケット団は全員倒すぐらいの勢いがあるんで、ドガス、ドガスはまあガーディで、ね、でも毒、いやもうここはもうアマチュアダメなんだよね。ブルブルで、効かないですよね。ハガネは効かないですよ。で、転がるのは効くから、ね、まあ、効くね。転がるでじわじわと倒していきましょう。よいしょ。威力が上がっていくんでね。だから5回いけるかな。今これで3ターン目なんで、多分次のポケモンは多分一発で倒せますよ。ベトベトなんで、まあ行きます。多分これは一発で倒せます。じゃあの無理か、一発じゃん。もう行きましたね。やはり 4回目の転がるは最強です、ね、ブルブルがレベル上がりまくりますね。オフをオンにして戦うと。はぐれ研究員だな。お、泥棒だ。カジバ泥棒のノリオ。ガーディー。
ガーディーはきついな。ブルブルじゃ倒せないな。ガーディーでガーディーなら倒せそうですけど、HP が少ないんで、多分無理ですね。ヤドンにして、レベル上げしましょう。はい。じゃあの、よし。ないですよね。やけど負わない限りは。やけど負ったらもう最悪です。まあ、無説法でこんだけ食らえば3発。確定3発。急所2発。急所に当たれば倒せます。はい。あと1発ですね。はい、じゃあの。やっぱヤドンが強い。ドガースか。やはりドロボンもドガースは持ってるんですね。一応レベル上げようで羽根っこを出します。でブルブルに変えます。多分毒攻撃してくるんですよね。抜群ですからね。なんでブルブル、まあ、鋼タイプの、まあ、鋼エルに変えることによって効果にないと。こいつはもう怪力です。まあ一発ですかね。いや倒せなかったか。ブルブル最強じゃん。この鋼の力、火には弱いけど。サクッと倒してます。今ここが開いたらそこが開く。でここは2をオンにしたらここは開いたな。ここは開かない。こっちも開かない。1も開けてみようか。1もオンにしてしまったろ。こっちが開く。でこっちも開く。してやるぞって。こっちが容赦なく叩きのめしてやるや。ドガース、まあまあ効かぬわ。ブルブル最強説。苦労して通信ケーブルでメタルボートを持たせて進化させた甲斐があったっていうことだ。よし、自爆やめろって結構食らうんだぜ。まあ10ぐらいですけど、まあ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 、あと1体は、あと1体か、ウーバーか。ウーバーはきついね。ここはギャラドスで一気にとどめを刺しましょう。結構こうウーバーの火力が強いんで、ここはもう波の一発で多分倒せる。じゃあの、よし、残ったし、炎のパンチ。まあ効かないですよ。耐えたり。じゃあの、よし。よし。で、ラストはドガースか。またもやドガース。だからガーディンに変えて、でブルブルに変えると。できればガーディンで戦いたいんですけどね。なかなか敵の攻撃が強い。なんでまあブルブルで経験値は半分になりますが、これをすることによって、しかも転がるはPP が1しか無理です。なんで自爆、そんなに自爆したいか。よし、ドロドロ。おー、もういける。早い。なんでも直し。一
気に全部いけたな。で、一番左側は何かあったっけ、ちょっと見ておきたいな。うーん、欲しいな、あれ。せっかくなんで。おいっす、違うか。一番。全部オンにしたら、全部開くんですよね。ここ開けたら、こっち開けるか。こうしたら全部閉まる。オンにしてこっちをオンにしたら、あれ難しいな。こっちをオンにして、うん、あかんな。3のオンにしたいと思う。ちょっとここら辺はちょっとぐだってますが、まあ許してもらえれば嬉しいですね。開かないな。ここは開いたな。いけるか。 OK。 煙玉、リュックでいらないものをちょっと整理したいんですけど、あ、そう、金の玉売らないかんやったら、もう何回言ってんですかね。一応回復の薬ちょっと持たせれんが、いらんのないかな。まあ、火直しは捨てましょう。出て、で全部 一番奥の方から一つずつ消していけばいいんじゃないでしょうか。そしたら、さっきもそれ一発で出たから開けるだろ。開ける。そしてここも開けると、これで全部開きましたね。よし、よいしょ。ここは、金っこを先頭にし、もしかしたらこのロケット団の横にある秘密のスイッチ、あれをしたらもしかして全部開いたかもしれません。わざわざ戻って全部開けましたけど、せやな、んか火が抜群なんですよね。毒草だったんで、ここはヤドンで、あ、でも草が入ってるからな。あえてこのまま行こうか。次レベルは2ありますからね。 OK、 ひるみ、あ、そっか、行かない、あっち、ちょっといかん、かよ、なんか調子こいていましたけど、うん、ギャラドスやな。反応は竜の怒り、竜の怒りは多分前回とか前回とか言いましたけど、固定40ダメージなんで HP が少ないポケモンは一発で倒せるっていうね。固定ダメージ結構いいですよね。そのいまひとつのやつでも、まあ普通にダメージ与えれるっていうね。
やるとすげえ了解。まあ毒浴びない限りは大丈夫というのか。これ炎に見えますけど、タイプはドラゴンなんで、マッシュとかそういうのないですよ、ね。まあ、きっちり40ダメージなんで、また犬が鳴いてるな。犬も頑張ってるな。これ押してみようか。お、全部開いた。やはりこっち先やったかな。時間の無駄やな。なんかありそう。はい、パワーボールゲッツ。よし、パワーな。一応ここまで戦ったら一旦切りますね。立つんで、説明聞かんわ。よほどなことがない限りは聞かんわ。素早く下がったとしてもあんま意味ない。レベル13あるけど一発か。さすがブルブル。はい、レベル28、あと2、あとレベル1上がったら変わらずの衣装を返してもらいます。これでいきます。ゴルバットはね、超音波、こいつがきついんだよね。超音波されたらこっちが強くても自分に食らったら意味がないんで、こうですね、結構食らう。そして噛みつくのされる。ひるむっていうね、ひるみもちょっと怖いです。はい、よし。じゃあのゴルバット、ちょっと残るかなですね。まあ効かぬわ。よし、ナイス、鋼。じゃあの、はい、36。ブルブル強えな。150、砂嵐か。よし、ここまでですかね。ここまでご視聴してくださった皆様方、ありがとうございます。それじゃあ、またねー。